アウグスタ通りとコメルシオ広場の交差するアーチの眺め、コメルシオ広場はポルトガル・リスボンにある広場、貿易広場という意味である。定所側近くにあり、いまだに元の名前テレーロ・ド・パソが有名である。これは1755年のリスボン地震で崩壊したリベーラ宮殿があった場所のためである。地震後、広場はポンバル港の命令により、ポンバル街の再建の一部として、 完全に改修された。定所川岸の都市開発は、市の城壁外にマヌエル一世が新たにリベーラ宮殿を建てたために1500年代初頭に明確に推進された。この一帯は港湾関係の建物が開発され、ポルトガルのアジアアフリカアメリカの海外植民地とヨーロッパの他国をつなぐ貿易を取り締まっていた。マシャド・ダカストロ作。 ジョゼ一世騎馬像1755年11月1日、ジョゼ一世の時代にリスボン地震が起こり、津波と大火でリスボン市内の大半が瓦礫の山と化した。貸しにあったリベーラ宮殿と貿易関係の建物もそれに含まれた。ジョゼ一世の最初、ポンバル公はポルトガル繁栄の時代を取り戻すべく積極的な都市再建を進めた。宮殿は再建されず、 広場が整備され、新しく、合理的な色分けがされ、ポンバル街の再建がされた。これが、今のバイシャポンバーリーナ地区である。リベーラ宮殿前の広大な広場は、テレーロドパソと呼ばれ、建築家、エウジェニオドス・サントスにより、金星の取れた姿に再建された。彼は、広場を広大に、定所側に向けて開かれた U の字の曲線の中に、四角の形に設計した。 建物の1階部分はギャラリーとされ、U 字型の2つの割の部分には崩壊したリベーラ宮殿の記念塔を改装させる2つの塔が立つ。装飾の細かい部分は変えられ、広場塔とアウグスタ通りのアーチだけが19世紀になって完成したが、ドスサントスの計画はほぼ完全に実行された。広場はコメルシオ広場と名付けられ、リスボン経済の新たな一部となった。 広場の金星の取れた建築物は政府関係の庁舎、公安、貿易関連の目的で使用された。広場の中心にはジョゼ一世の像が立つ。このブロンズ像はリスボンで初めて大江献上された記念像で当時最高の彫刻家、ジョアキン・マシャドでカストロの作品である。アウグスタ通りに向かって広場は開き、他のリスボン旧市街とつながる。 エウジェニオドス・サントスが考案したアーチは1875年に実現した。このアーチはアルコダ・ルアウグスタと呼ばれ、ベリッシモダ・コスタのデザインである。時計と栄光の像と呼ばれるビリアトゥス、バスコダ・ガマやヌノ・アルバレス・ペレラ、ポンバルコの像が立つ。ありがとうございます。